中華料理といえばみたいに今あったよ。中華料理といえば、ね、やってみよう。コトコだって私が下がるんでごめんなさいね。え、中華料理といえばって書いてあったと思うから、ちっちゃく書いてる、ちっちゃくね。中華料理といえば、いやー、え、これ、え、なになになに、合わせに行った方がいいの？え、そう、確かにそれ気になる。思うままに書けばいいの？いや、思う、いや、合わせに行くよ、それはやっぱり。中華料理、ねねねねね、あ、聞いちゃダメか、ダメだよ。え、めっちゃ小さく書いちゃってこれ画面に映んない絶対。わかんない、なんか物もわかんないし、あれ違う、ねねね、でも書いた感じ聞いていい、てんてん、あ、ね、てんてん、違う、こうじゃない、やっぱこう、いや合ってる合ってる、わかんないけど、でも多分漢字だっけ、ここもなんか漢字、全部漢字、全部漢字、でもわかんない、かんない、でもカタカナかなって思って書いたらあれ違う、うん、全部漢字があるの。せーの、麻婆豆腐、かりんちゃんは餃子、はい、かりんちゃん、あ、かりんちゃんだけ、違う、こっとこ麻婆豆腐、これでも罰ゲームとかないからなんで、あれ2つ目、グダグダかよって言われた。それがえ、餃子だよね、そうだよね、だって餃子ってあれもほとんど日本のものになってんじゃん、うん、そういうなんかややこしいことやらない、難しいじゃん、そんな頭いいじゃん、頭じゃないこれは知識。春といえば、春といえば、え、これいけんじゃない、え、わかんない、一応サイリング軍団っぽいのに今書かなかったよ。え、何サイリング軍団っぽいって何、え、まあいいや、まあまあ出そう、せーの、桜、桜、イエーイ、あ、おー、いいじゃん、サイリング軍団だったらさ、お花見とかさ、食べ物に寄せてくれる、あ、なるほどね、花より団子みたいなね、そうそうそう、花粉症ってやめてよ、辛いよね、春のメロディー、そっか、春のメロディーってなんか、うん、マネキンのあれだから秋のイメージ、ね、分かる分かる、春って感じは、もう春、がっつり春って言ってる、マッチュンといえば、え、アバウトっていいよ、 OK OK、 多分その時点でコトコじゃないや、ランゼと違うわ、えそう、せーの、かわいい、リンゴ、カリンだけ違う、え、私ずれてんのかな、ちょっとずれてるかも、ね、え、だってあれの時も割とかりんちゃんだけ違うっていうのもあった、あんだけかなちゃんのこと責めてたのに、そうそうだっけ、え、だってさ、写真集の題名もなんかそういう感じじゃん、伊賀川、うん、そう、伊賀川、いや、なんかその抽象的なんで来ると思わなかった。白米のおかずと言ったら、なんで早いの、そんなに、なんでだろう、なんで、待って待って待って、ちょっと考えさせて、え、白米のおかず、え、もううちはなんか軍団寄りじゃなくて自分の好きなもの書くね、軍団寄りだ、あ、じゃあもう違そう。かりんちゃん、え、これみんな答えてる一緒に、え、ファンの人も答えてる、もうふりかけとか納豆とか、ふりかけ、ミートボール、リンゴ、だからリンゴとか合わせに来てるやんな、いや、合わせに行けてないでしょ、それ合わせてる、せーの、納豆、唐揚げ、お好み焼き、あー、いや、コトコは菓子みたいな、菓子ね、2番なんだっけ、タンス、違う、パンツ、タンスイ、聞き間違い、また私の聞き間違い、うん、タンモパフィタンモ、あー嫌いじゃないけど、青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。